皆さんこんにちは。今回私は渋谷スクランブルスクエアの展望台、渋谷スカイに行ってきました。渋谷スクランブルスクエアは低層階は商業施設、中層階はオフィス、そして46階と屋上が渋谷スカイと呼ばれる展望台となっています。まずは1階からエレベーターで入場ゲートのある14階に向かいます。当日券は入手が難しいので、ネットであらかじめチケットを入手しておくことをおすすめします。私はこの日13時20分のチケットを取れたので、ちょっと早めに1階に来てみました。チケットがあるので絶対に上がれるはずなんですが、14階の入り口に行くエレベーターがこんなに混んでいるのでびっくりしました。よかった、とりあえず14階へ上がります。14階には当日券売り場のカウンターもありますが、ソールドアウトだったので誰も並んでいません。いよいよエレベーターで45階に向かいます。いきなりエレベーターの天井にドラマチックな映像が始まりました。宇宙空間に吸い込まれていくイメージです。45階に着きました。そしてもう一つ上の46階までエスカレーターで上がります。この日は天気がめちゃくちゃいいので期待が高まります。この階でも十分すごいですが、先にさらに上の屋上階に行くことにします。絶景です。展望台は2200円だったのですが、強風など悪天候の場合屋上は閉鎖されて上がれなくなるそうです。この日もちょっと風が強めだったので、入場時にひょっとすると途中で屋上が閉鎖になってもいいかと確認されました。なんといってもすごいのは、本当に屋外だというところで、間違いなく風も演出に一役買っています。ここに上がる前にカメラと携帯以外の荷物は全てロッカーに預けなければならないのですが、納得です。この風ではいろいろ飛ばされかねません。中央に高いステージがあって、ここも素敵なフォトスポットです。左手に見えるのはバーで、この時期は16時から22時にオープンしています。季節によって営業時間が変わりますので注意してください。この絶景を見ながらお酒が飲めたら最高ですね。日本にはスカイツリーとか都庁とか展望台がたくさんありますが、地上230メートルのオープンエアというのは圧巻です。この日は富士山の上の方がかなり近くに見えました。この角のスポットが大人気で、皆さん順番に写真を撮っていました。こうして足の部分をカットして撮ると、空にダイブしているような写真が撮れます。こちらのコーナー部分は透明フェンスが低くなっていて、写真に撮るとフェンスがないように映ります。クラウドハンモックというのがありました。こんな感じで寝転んで空を仰ぐことができます。では46階に降りることにします。たかが展望台なんですが、私たちは結局1時間以上お騒ぎしていました。めちゃくちゃ価値がある2200円だったと思います。この画面左下のあたりが渋谷スクランブル交差点です。この日はあいにくお祭りで交通規制が入っていて、交差点のすれ違う様子が撮れませんでした。こちらは46階のスカイギャラリーです。2024年9月30日まではこちらのフラワービューが開催されています。色彩豊かな大きなアートフラワーが窓際を飾っています。外からの光で花びらが透き通って美しいですね。屋上はもちろん素晴らしかったんですが、こちらのフロアも素敵です。私は基本的に造花って嫌いなんですが、このアートフラワーは気に入りました。本物っぽく作るイミテーションではなくて、本物とは程遠いけど美しいものを作り上げているというところがいいです。こんな写真も撮れちゃいます。カフェもあります。パラダイスラウンジ。テーブルや椅子が少ないのがちょっと。スーベニアショップです。ハチだ。柴犬じゃないのか、ハチ公なのか。このショップすごくセンスのいいものばっかりでした。
私はこういうショットグラスのコレクターなんです。私の壺にはまったのはこれ、おめでたおちょこ。これもミニ盆栽です。マップや路線図のグッズがたくさんあります。東京ほど交通網が発達した街って珍しいですからね。マグカップもあります。招き猫みくじ、こちらは富士山みくじ。もちろん食べ物のお土産もあります。帰りもエレベーターで14階まで降ります。今度は地底深く落ちていく感じです。このフロアにはショップがたくさんあります。このお店はめちゃくちゃ可愛いです。ハチが入り口でお出迎えしてくれます。ここにもハチのぬいぐるみがいっぱい。ハチタワーも可愛い。ハチは秋田県なので秋田名物きりたんぽとコラボしてます。スクランブル交差点お守り、 NHK のスペースは行列ができていました。こんなのが食べられるカフェもあります。というわけで今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねお願いします。さようなら。